ちは。こんにちは。お、帰ってきたね。はい。こんにちはって。こんにちは。はいはい。戻りました。この前さ、はい、一人で撮ってて、やっぱ間違いが多くて名前の。そうでしたね。あのビエイラをビシエドとか、はい、栗林を神林とかの本当に申し訳なかったです。すいませんでした。やっぱあのサポートする相手が相方が帰ってきたんで、また頑張りたいと思います。はい。はい、では、はい、振り返りね。はい、振り返りをしたいと思います。はい、今回は2試合のところもありましたね。ね、うん、巨人ヤクルト戦、中日広島戦は2試合でした。はい。はい、それではまず、セリーグから振り返ってみたいと思います。うん、DeNA 対阪神、阪神の2勝1敗、はい、巨人対ヤクルト1勝1敗、はいはい、中日対広島1勝1敗、はいはい、でパ・リーグが、はい、ソフトバンク対西武1勝1敗1分け、うん、日本ハム対楽天、日本ハムの2勝1敗、はいはい、ロッテ対オリックス、うん、ロッテの2勝1敗でした、はいはい、まあ、その中で、はい、いろんな試合が、まあ、もちろん行われるんだけども、はい、目についた、まあ、選手とか、うん、まあ、そういったことを今日はちょっと話をしていきたいと思います、はいはい、まずね広島、はい、で6連敗中だったんだけど、うん、葉月っていう選手がさ、はい、すごく目立ったんだよね。勝ったゲームで、うん、ホームランは打つ、タイムリーは打つ、おまけに髪型変えてて、はい、大五郎カットみたいになっちゃってるみたいな。帽子かぶってると全然わかんないんだけ ど、いや最初坊主にしたのかなと思ったら、帽子取ったらなんか大五郎カットみたいになっちゃってて、はい、まあその前のね試合で自分のミスから失点をし負けたからっていうことで、まあ気分転換に髪型を変えたみたいなんだけど、まあでも本当にハッスルボーイでね、うん、ああいう若い選手が活躍するといいなということと、でやっぱり6連敗中だから8回ワンアウト満塁から8回だよ、栗林を投入していくんだよね、はい、うん、で、フォークボールを4連投4球連続で投げて、はい、ピッチャーゴロゲッツーに、仕留めると。で回またぎで9回も投げ、まあ、ピンチを迎えたんだけど、まあ、ゼロに抑えて、まあ、6連敗を止めるというね、はい、若い2人でこう連敗を止めたみたいなね、そういう試合も見れたよね、はい、で心配なのが栗林、はい、ちょっと投げすぎじゃないかなっていうのは気もしないでもない、うん、まあ、15試合連続で無失点記録っていう、まあ、記録を更新したんだけども、ちょっと、まあ、登板方にならないように気をつけてほしいなっていうのがちょっと心配だよね、うん、うん、で、はい、阪神伊藤がいいね、ルーキーの、うん、開幕して3連勝、これは37年ぶりの記録という、はい、まあ我らの仲間の池田近房、はい、俺の1個下かな、はい、が記録した開幕からの3連勝、うん、37年ぶりってやっぱ難しいんだね、ルーキーが3連勝するって、ね、でもその影にあって、まあ影でもないけどさ、佐藤がやっぱ伊藤が投げてる時に打つんだよね、うん、でまあ昨日も、まあ、3打点とか、あ2打点か、うん、打ったりだとか3打数2安打2打点とかさ、やっぱ伊藤を援護するんだよね、うん、ルーキー同士で。だから非常に俺もそうだったんだけど、なんかこの人が投げると打てるとかさ、はい、なんか相性みたいなのがあってね、それが自分のチームでっていうことですね。そう、もちろんもちろん、はい、だからすごくなんかこう伊藤と佐藤はいい関係性にあんのかなっていうふうに思うよね。そうですね。でも対戦相手のピッチャーで相性がいい悪いっていうのは聞いたことがありますけど、うん、自分のチームでこの人が投げると私も調子がいいなみたいな話はあまり聞かなかったので、リズムが合うんだろうね。うん、だからまあそういうことで、まあ、ルーキー2人で勝ちゲームを作るとかさ、はい、だからその広島は、栗林と葉月で連敗を止めるとか、まあ、非常になんていうのかな、若い子が頑張ってんなっていうね、だからすごくすがすがしい、はい、そんな感じもしたよね、はい、でここでバントの重要性という話をするんだけど、中日もその試合でさ、栗林がね出てた時に、はい、
バントとかを決められてたらちょっと栗林も非常に苦しかったんだと思うんだけど、はい、バントができない。でソフトバンク西武戦もバントの箇所っていうのは何回もあったんだけど、バント失敗したりだとかさ、うん、非常にここに来てやっぱバントの重要性、うん、まあ、例えばそのノーアウトランナー一塁でバントしないケースが たくさん出てきてるんだけど、はい、これはあの記録としてね、確率としてバントしてもバントしなくても点数が入る確率っていうのはほぼ一緒なんだよね。うん、そういうところから打っていった方がいいんじゃないかっていうことになってるんだけど、はい、やっぱ9イニング制を考えた時に、はい、延長がないからね、うん、今年はやっぱ1点差勝負、はい、分けてる試合っていうのはたくさん、引き分けの試合ってたくさんで、はい、出てきてるんだよね、はい、それを考えるとやっぱここに来てやっぱバントの重要性っていうのはすごくクローズアップされてくるよ。うーん、そうですよね。今回もこう、うん、ロースコアで引き分けとか、うん、点差とかで負けちゃうっていう場合だと、うん、特にそういうことが言えてくる、いや重要になってくるでしょ、うん、だからまあ、もう一回 見直した方がいいかなっていうふうに思うよね、うん、で西武の松本、はい、俺はねこの先発する前の試合までリリーフに入ってたんだよね、はい、で調子が悪くて、はい、で前回の試合でロングリリーフを、はい、したの。その時に素晴らしかったんだよね、うん、だから先発に戻したらいいのになっていうふうに感じてたらソフトバンク戦で使ったの。うん、そしたらその状態調子を維持してて、はい、素晴らしいピッチングしたよ。うん、やっぱりね降格して例えばそこの場所に甘んじるんじゃなくて、よしもう一回なんか先発に戻ってこようとするさ、なんかそういう男気みたいなそういうものを感じた。うん、だからすごい松本のこの性格が出たようなね、うん、向かっていくという、はい、非常にいい投球でした。はい、はい、で日本ハムの杉谷、はい、はい、ムードメーカー知ってるでしょ、はいね、まあ、日本ハムはコロナの影響でやっぱチームが窮地だよね。そうですね、今ちょっと前どうなるんだろうなっていうところが一番ありますね。そうそう、うん、だから試合も中断してたりだとかさ、うん、延期したりとかしてたけど、まあ、杉谷が一軍に上がってきてね、はい、ホームランは打つ、盗塁で頭からヘッドスライディングして、うん、タイムリーで帰ってくるとか、はい、やっぱこう起爆剤だよね、はい、だから窮地を救うようなムードメーカーが帰ってきたという、うん、だからすごくね好感が持てる、うん、だから調子のいい時にさ杉谷がおちゃらけをしたりとかするとさ、うん、調子に乗ってんなとかさそういうの思うんだけど、だけど今回はやっぱ窮地の時にこういう活躍をしてくれると、うん、杉谷は本当にいる選手だなっていう、うん、必要な選手だなっていうのは感じさせてくれたから、はい、すごく嬉しかった。こう見てる方も気持ちがこう明るくなるというか、そうだね、見ていて、うん、そうですね、だから日本ハムもさ、ファンの方っていうのはコロナになってどうなるかっていうのは分からないじゃない、うん、でもなんか杉谷が頑張ってくれてるとさ、はい、だからそれだけでもなんか心強いというか明るくなれるというかさ、うん、はい、そういう活躍を見せてくれたっていうのがすごく嬉しかったよね。はい、はい、すごく大活躍ですね。そうだね、はい、はい、でオリックスの杉本、これ目立ってないんだけどさすごい活躍してんだよね、うん、でロッテ戦で3本のホームランも打ってるわけ、はい、で4番にも入ったりとかしたりとかして、はい、で打率もさ3割超えてんだよね。でも例えば吉田正尚とかさ、はい、紅林だとか若手のね、はい、まあ言えば頓宮とか、はい、そういう選手、宗とかかもそうだけど目立ってんだけど杉本がすごく頑張ってんだよね、うん、だからここで名前を出しといてあげたいなっていうふうに思ってて、はい、で中島監督がさ、うん、就任当初から杉本を使い続けてるんだよね、はい、でそのさ気持ちに応えるというかね、はい、で杉本がなんかブレイクしてきてるというか、はい、だからすごく楽しみな選手だなっていう、うん、これね昔からちょこちょこ使われてたのね、はい、で大砲だ大砲だって言われてすごいパワーはしてんのよ、はい、だけどなかなかこう開花することができずに、はい、そうなってたんだけども、はい、だけどここに来てね本領を発揮してきてるという慣れてきてるというね、だからすごくこの杉本の活躍も楽しみになってきたなっていうふうに思うよね、はい、これからも注目して見てみたいですね、はい、はい、で田中将大、
はい、楽天、はい、楽天。日本ハムに相性が悪いのかな、力むのかな、うん、やっぱ高めに行く。それと、うん、やっぱ変化球を打たれる率が高い。うん、で7回98球は投げたものの4失点ということで、はい、まあ援護がなかったら負けないんだけどピッチャーは、はい、でも相手が噂は、はい、やっぱ日本ハムのエースだよね。で田中将大だったらマー君だったら相手のエースに投げ合って勝てなきゃいけないんだよね、うん、だけど噂にやられたという。だけど打たれ方がね、変化球が打たれるということで変化球の精度が悪くなってるということ、うん、まあ疲れもあるのかもわからないけども、はい、ちょっと心配だなっていうふうに思った、はい、この試合はね、うんうん、7回98球4失点。そうなんだ、はい、だからうん、まあ内容的にはさ、うん、まあ普通かなって、まあ1点多いかなとは思うけど、はい、で打たれ方がね、変化球ばっかり打たれてるから、うん、これはもっとまっすぐ速いんだから使っていけばどうなのかなっていうふうに思うんだよね。ちょっと変化球が以前に比べると多いっていうことですか。まあちょっと多いよね、うん、多いのとやっぱこの日はやっぱ精度が悪かった、あ、うん、はい、だから、まあ、ちょっと心配だということね、はい、で最後に巨人、はい、巨人のネタはね、菅野が肘の違和感、そうですね、うん、はい、でそれまで0点に抑えてたんだけどさ、はい、菅野が降りた途端に逆転されて負け試合になったというさ、うん、でやっぱエースなだけに、それと中継ぎ陣が今ちょっと崩壊状態なんだよね、うん、まあ、それだけに先発ピッチャーがいかに長く投げれるか、でその中のヒットっていうのは菅野なんだよね、はい、やっぱりだからちょっと投手陣に不安が残るなという、はい、まあ菅野がこう登録抹消されたけども、うん、1回ローテーションを飛ばすだけだったらいいけども、2回3回飛ばすようなことになってくると、これはちょっと行く先不安になってくるなっていうふうに。そうですね、ね、で今日の試合では坂本が起立の時にちょっと指かなんかを故障したということで、はい、まあ、これもどうなるかわからない、まだ結果は出てないけども、はい、これも不安材料だよね、はい、まあ、その中で岡本が、はい、逆転スリーランを打ったという、はい、逆転サヨナラだよね、はい、8回に2点負けてて、はい、マクガフからあのインサイドのまっすぐをホームランしてるんだよね、はい、でワンアウト9回に、はい、ワンアウト1・2塁になって、はい、岡本だよね、はい、どうヤクルトのバッテリーが攻めるかなっていうふうに思ったら、インサイドのまっすぐは先に打たれてるよね、はい、ホームランを、はい、インサイドのまっすぐボールから入ったんだよ、はい、で次は外のスライダーをバンとストライクを取った、はい、で岡本がその時にうんうんってうなずいてんだよね、はい、それどういうことか分かる？なるほど、もうそこに投げてくるんだなっていうことですか。そうだから、あ、やっぱりインサイドは見せ球で、はい、外で勝負してくるなっていうのを、うん、やっぱりそうか、うんうんって、で同じスライダーを投げてきて3球目にね、はい、それをホームランするわけだけどもさ、やっぱバッターで一番大事なことっていうのは前の打席をつなげてくるっていうことだよね、うん、だから岡本の頭の中ではやっぱインサイドはもう消してたと思うんだよ、はい、やっぱホームランも打たれたくないし、はい、でそれでスライダーでカウントを取ってきたから、うんうん、やっぱり外で勝負してくるなという、まあスライダーおそらく、それはなぜかというと同じ球種をホームランを打たれるっていうのはやっぱキャッチャーとしてものすごく嫌がることなんだよね、はい、だから、あ、やっぱりスライダーかってうなずいたと思うんだよ。それを見事に反対方向、ライト方向に打ったというのがやっぱ素晴らしいよね。プロ入り初めての、そうですよね、母の日に、はい、逆転サヨナラスリーランね、はい、いや母の日でしたねって喜んでますねって言うけど、打たれたピッチャーも母いるからね、はい、だからまあね、はい、でも見事なね、うん、まあエースとチームのリーダーが離脱する中でこうやって若い4番がね、はい、ホームランを打って負け試合を勝ち試合にしたというのはすごく立派だったと思うよね、はい、はい、うん、で最後に、はい、佐々木朗希、はい、これは2軍戦なんだけども、はい、
6回を85球5安打だっけ。はい、5安打です ね失点は1、はい、でも自責は0、はい、で最速が156キロ、はい、で2軍だけども公式戦初勝利、相手は楽天ということで、はいはい、6奪三振、6奪三振でね、はい、いやだからイニングに1個三振が取れるという、そうですね、まあ最速156キロも記録しているということで、はい、これいつ上げるんだって、うん、なんかすごく楽しみなんだよね、うん、そうですね、うん、でやっぱこう記録がついてくるっていうことはさ、はい、あの自分にも自信にもなってくるだろうし、はい、で一軍のマウンドもね、はい、オープン戦だけどもあの記録をしてるという、だからまあ早くなんか佐々木朗希も見てみたいなっていう、はい、まあ楽しみが湧く、そうです、ね、まあニュースだったよね、はい、はい、まあ、今回はね、うん、ちょっと主力の怪我で、そうそうそう、抹消があったりっていうこともこうちらほらあったりもして、うんね、はい、ちょっとやっぱ怪我人が多いかなっていう、怪我人がちょっと出て、はい、出てきてるよね、うん、まあそれとあの新しい外国人たちが活躍し始めてきてるんで、はい、まあそれも追って動画でね、いろいろ解説をしていきたいと思います、はい、で次のカードは、はい、次のカードです、火曜日からだよね、はい、はい、ヤクルト広島戦だけは水曜日からで2試合になる予定ですけれども、ね、はい、セリーグはその他 DeNA 対巨人、阪神対中日、うん、はい、で先ほど言った水曜日からの2試合がヤクルト対広島、はい、はい、パリーグが日本ハム対オリックス、うん、楽天対西武、うん、ソフトバンク対ロッテ、うん、はい、まあ、各チームともまあ30試合超えてきてね、はい、うん、これからがやっぱこう踏ん張りどころになってくるからね、はい、オールスターまでオリンピックまでというかね、はい、うん、だからどういう試合になるかまた楽しみです、はい、パリーグは大混戦してますね、そうだよ、そうだよ、はい、だから大変だよ、いや日本ハムもダントツで最下位かなと思ったらもう 3.5 とか 4.5 まで来てるからね、はい、もう6チームがギュッと詰まってるよね、はい、詰まってます、はい、だからまあ DeNA も諦めずに追っかけてほしいよね、そうです、調子も出てきてるしね、はい、はい、期待してます、はい。